農林水産省広報室の松本です。私は丁寧な暮らしに憧れる公務員です。前回投稿した大根動画もたくさんの方が見てくれたので、今度は何を作ろうか考え中。皆様こんにちは。農林水産省広報室の佐野でございます。毎度おなじみ、私の上司佐野班長。班長は先日生まれて初めて生ハムを食べたそうです。農林水産省広報ウェブマガジンアフ括弧以下アフという2月号を連載で取り上げた白神フーズでは、廃校を利用し理科室や児童室を利用して生ハムを作っています。生ハムを自宅で作るのは大変なので、まずは燻製に挑戦してみよう。アフ3月号特集は桜です。桜といえばお花見をイメージしますが、実は燻製に使うスモークチップにも桜が使われることがあります。アフによりますと、スモークチップのほかフライパンと小さい網、アルミホイルがあれば家庭でも簡単に燻製料理が楽しめます。燻製するとフライパンが少し傷むこともあるので、直火可能なステンレスのボウルで代用します。群馬県産の山くるみ、千葉県産のピーナッツ、佐野班長の大好物のちくわも、あと大事なのは国産チーズ。燻製に向くのはプロセスチーズや固めのナチュラルチーズ。産地は食品表示で確認することができます。北海道産の裂けるチーズに青のりと一味唐辛子をつけて味のアクセントに。お豆腐も燻製に合うんです。アルミホイルの上にスモークチップを乗せて、網に乗せた食材を置きます。蓋をして火にかけて、煙が出てきたら火を止めて15分いぶすだけ。あっという間に燻製料理の完成。アフ2022年6月号特集大好き国産チーズでは、日本各地のご当地チーズを紹介しています。思わずじゃがいもも茹でて燻製にして、トロトロのチーズをかけてみました。農林水産省職員が作る燻製料理の完成です。いただきます。チーズのまろやかさに燻製の香ばしさが押し寄せてきます。私はちくわと日本酒で晩酌するのが密かな夜の楽しみです。日本酒にも合う燻製料理は最高です。東京でも桜がきれいに咲き始めました。アフ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 日本の桜、ぜひご覧ください。OK です。OK。よかった。緊張した。でも揃ってたよ。揃ってた。今までで一番揃ってたんじゃないですか。そうですね。3月だし。